たいなギフトですね。こんばんは。やすくん、人でありがとうございます。リバティエイジさんとのやつを改めてツイッターとインスタに載せましたので拡散お願いします。皆さんこんばんは。みんなチェックお願いします。社員の皆さんは拡散してね。テレビ壊れた、やばくない？音声だけ聞こえて画面ラジオやん。タンブレ買った、嬉しい。あかりちゃんありがとう、楽しみに待ってるね。嬉しい。キュンです。おじさんバラありがとう。セトラブのやつもいいねお願いします。いいねお願いしますね。コメントの数じゃなくて、いいねの数だけがなんかポイントに入るらしいのでね。セトラブいいねしてない方は今すぐしてね。いいねしてください。そう、みんなね、みんないいね結構あるからね、してほしいです。私のも、タンプレ探しの旅行行ってきます明日。嬉しいだがな。ストラブよろしく。こんばんは。服楽しみ、嬉しい。ゲットしてちょん。8月受注開始予定だそうなので、もうちょっとなんだっけあれもうちょっとで撮影があって、そう、それが終わったらすぐ始まるんですかね。8月中にスタートみたいな感じなのでお楽しみに。この地面から出とるやつ、地面から出とるやつというか何だったっけ、なんていう名前だっけこれ。こんばんは。細長いしましまのやつ。こんばんは。あ、チンアナゴだ。チンアナゴだ。めっちゃおもろい。なんか怖い。いっぱい出てきたら怖いね。チンアナゴだ。そうだ。うつぼ。わからん。
メラアプリは B6 使ってる。 B6 16何だったっけB6 ん24 B6 12 惜しかった。 B6 12使ってる。みんな何使ってんだろうね。ソーダとかさ、いろいろ入れてるんよね一応カメラ360みたいなやつとかビューティープラスとかいろいろ入れてるっちゃ入れてるんですけど B612 やな。お疲れありがとうございます。なほちゃん久しぶりに鳥類来れました、ありがとう。キュンありがちょん。ふうさんもチンアナゴありがとう。フーディエ、フーディエ全然使ってなかったこれいいの？フーディエ、このさアプリはさいいんだけどさ、このなんだっけフィルターがよくわからん。アリサどのフィルターがいいんかがわからん。フィルター迷う。 TikTok もそうなんやけどいつも思う、フィルターどれがいいんやって感じ、よくわからん。アマトーさんハートありがとう。 TikTok もフィルターめっちゃ迷う。この人なんか暗めな感じやけどどれ使ってんのってなるどれ使ってんの。カメラアプリありすぎてわからんね。ミクチャがすごいことになってる。どんなことスランプくん、ふうさん、ギフトありがとう。ヒューヒュー、ヒューヒュー入れてる。ヒューヒューもなんかハマってた時あったわ。ヒューヒュー、ヒューヒュー、なんかヒューヒューにさいいフィルターあったけど忘れ、お気に入りに入れてないね。嘘やん。えお気に入りに入れてにゃい。こんばんは。でももうみんなあれだよね、インスタで写真撮ってるよね。コアラのスタンプ、コアラスタンプ600万ポイントとかなのに数百のさ、すげえ、すごい。あれって TGC 何位までとかあるんですか。こんばんは。 TGC 出れるのすごい、いいね。1位の人がオープニングに出れるってこと。ストラブいいねコメントしてきた、ありがとうございます、ありがとうございます。コラボいいね、ありがとうございます。リバティエイジさんリバティエイジさんとのコラボさせていただく、あれを詳しいというか詳細みたいな
やつをインスタとツイッターに改めましてで載せたのでぜひ見てください。拡散お願いします。改めまして、こんばんは。髪の毛の色で、確かに髪の毛のなんかよくか顔とかはよく分からんけど、髪の毛の色がちょっと薄く見えるフィルターが好きかも。そう、真っ黒って感じじゃなくて、なんか透明感みたいな、ちょっと髪の毛の色が茶色く見えるかなぐらいのフィルターが好きかもしれんな。どう、こんばんは。外はねん、今日はワンピースコーデです。真っ白ワンピースコーデ、久しぶりに来たよね、これ。あ、これこれね、全然関係ないですけど関係ない、全然関係ないんですけど、この中に入れてる、じゃん、これをやろっかなと思って全く関係ない、このかっこいい紙袋入れてるけど、おしゃんじゃない、これを飾ってたらというかじゃーん、これは新しい和菓子じゃない、駄菓子じゃないんですけど、これは食べれないんですけど、スライムです。じゃんじゃじゃーん、かわいくね、あーれーこれも入ってるこれはね、前にちりめんパーティー、みちゅとちりめんパーティーやった時に持ってたやつ。そう、ショールームでやろうって思ってたんですけど、そう、すんごい忘れとった、すんごい忘れとって、ずっと台所にあったんですよ、食べれんのに、これ食べれないのに台所にあったから持ってきた。おしゃれ風に飾ってるけど、どう、今日はこれをやろうかなスライム配信、何がいい？ 3 つあるんですけど、パスタか、あ、ピザだったピザだったんだが、ピザとたらこスパゲッティとカレーライス、カレーにしよっかな、なんかカレーやってみた、今日はカレーやっていきます妹テレビの初回を見て、あどけなさ、エモすぎた話、嬉しい。なんだっけ初回って、イモーステレビね、カチューシャをぶっ刺す。イモーステレビはもう一番何予定に入ってたら悲しくなる予定に入ってるだけでふーってなる番組。こんばんは、なん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 、あ、タコ捕まえるやつね、あれはちょっとよくわからんかったよねすごい企画だった。タコを捕まえ、めっちゃ寒い時に船に乗ってタコ捕まえに行って、で取れたというか捕まえたタコの炭で
書き初めするみたいな、お正月が近かったけさ、そうそう、タコの墨でお習字で書き初めするみたいな。そう、いいよ、考えたなって感じだね。え、これ開け方、え、あ、待って、あ、あ開け方違ったわ。クラコンはマジであれはかわいそうというか、そう、あれはあんまり得意な人はさできるけどさ、ねえ、アリサは絶対できないと思う。マジであれだけは本当にごめんなさいって感じでできないと思う。やってみてくださいって言われたら、でも本当にすごいと思う。本当によく頑張ってるよ。一期生でよかったなって思うことはそれかな。クラコンに出なくていい。しゅんちゃん、チンアナゴありがとう。見るのは面白いよね、あれ。何も考えずに見るのは面白いけど、あれにもし自分が呼ばれたら、挨拶代わりの自己紹介からまず無理。挨拶代わりの一発芸みたいなやつからまずもうできんわ、やることがない。あれはすごいよ、本当によく頑張ってる。これなんかいるの、いるものないんかな。つるのやつ。これ一人やつね。お腹ならん。さあ、やんやん。すごい。このビニール袋と、これがご飯粒。ライスボールパウダー。ライスボール魔法の液。カレースライミー魔法の液。カレースライミーの素。ライスボールの素と、なんかカレーの具の素らしい、これこれがカレーの具らしいでのなやつでやっていきます。すごい、パックが入ってる、かわいい。これに入れてお持ち帰りできます。カレー屋さんスライム作るっていうあれにしよう、テロップ。オッケーイ、やってみようかな。まずポリシー、あ、やばい、紙コップがいるんだって。紙コップと、あ、やばい、紙コップと割り箸がいるわ。やばい、持ってくるの忘れた。連絡します。持ってきてもらいましょう。持ってきていただきましょう。よし、見るかな。紙コップと、待てよ、シートと、どういうこと？材？やば。そういうこと？見て、ここにさ、あ、見えま。ここにさ、トマトとかさ、なんか福神漬けとかがあってさ、これを切って、これを切ってからなんかここに乗せるらしい。やばくない？めっちゃおもろいんだけど。マジか。新
してから転生これはおもろいね。まあ気が向いたらやろう。割り箸と紙コップを用意したらできますね。これはこんばんは、はじめまして、ありがとうございます。どうもありがとうございます。 ST48 広島県出身のありちゃんこと峰牛ありさと申します。よかったらルームフォローお願いします。グリオさんありがとう。はい、紙コップと割り箸が届きましたのでやっていきます。まずライスボール、ご飯を作っていきます。ポリシートを広げます。机の上にポリシートを広げます。どーん、この上でやっていきましょう。その上でライスボール魔法の液を、ライスボール魔法の液ありました、ライスボール魔法の液の袋をよく揉んでから、中身を紙コップに入れます。はい、中身を紙コップに入れます。ハサミ、うまくできるの。これね、でもね、たこ焼きもあってね、そう、たこ焼きたこ焼きをね、コウコちゃんが帰ってきてる時にね、マネネと3人でやったんですよ。たこ焼き作った。私はほぼ何もしてない私は、ね、ほぼ何もしないんですけど、なんかコウコちゃんとマネネがね、いつの間にか作ってた。すごい、ライスボール魔法の液体は何の変哲もない透明です。透明の液体が入りました、この中に。続いてライスボールパウダーを紙コップに入れます。これですね、2分置いてなじませるんだって。2分間置きます。じゃあ25分に入れるので27分まで待ちます。これでライスができるんだな。オッケー、カレーのスライム作ります。今日は食べられないです。2分置いてから混ぜるらしい。割り箸、こんばんは。割り箸、まだお待ちください。たこ焼き作った時の写真あるよ、めっちゃ面白かった。映えそうで映えてないたこ焼きですたこ焼きのスライム、これはじゃーん映えそうで映えないたこ焼きめっちゃおろけそう。ソースをね、上からかけたらね、なんかみたらし団子みたいなソース多すぎてやばいよね。これはおもろすぎた。このソースがスライムなんですよ。このたこ焼きは硬い大量たこ焼きの写真大量全然映えてない。
面白かった。これは初見です。ゆいゆいありがとうございます。 ST48 の三好ありさです。よかったら右上のハートをしてルームフォローお願いします。ありがとう。そろそろ混ぜていくね、ライスを。おおすごい、なじませて塊がほぐれるまでしっかりと混ぜます。すごいなんかね、大根おろしみたいになった大根おろし、これにポン酢かけたら美味しいやつになった。いいんじゃないですかね、塊をほぐしてライスボールの素を入れてしっかりと混ぜます。透明な液です。なるほど、ライスボールの素を入れたら固まるんだね。お、これを入れたらご飯完成だ。これを入れていきます。アイスボールの素投入、透明の液体です。これを入れて、お、結構量多いぞ。これを入れて、うん、おかんでいいんじゃ別に。しっかり混ぜます。うわー、ねっちょり重みが出たね、なんかすごい。わーすごい、なんか納豆みたいになった、一気に。食感食べてないわ感じは納豆みたいになりました。わーお、くっついてる。好きな形に整えて容器に入れたら完成なんだってさ。こんばんは。揚げたこ焼き食べたことないな。揚げたこ、揚げたこ、銀だこ、ん揚げたやつ。でもね、明石焼き全然違うけど、この前神戸のあのふーちゃんの卒コンの時に明石焼き食べたんですけど、やばうま、やばうまだった。たい焼き作る音がするカレー作ってるんですけど私は今カレーのご飯を作ってます。ちなみに、もういいんじゃない？もう。これをしっかりこねたら手びちょびちょやん、これ。こんな感じになりました白くて見えない、白くて見えない。めっちゃいいじゃん、でもいい感じ。では入れていきます。明石焼きめっちゃ美味しかった。なんか味を忘れてた、多分食べたことあるけどもう何年も食べてなかったき、味を忘れていたけど革命感じた。お弁当食べない、今日は何も食べないって思ってたのに、
なんか明石焼き来てから、サーティワン来てから、シュークリーム来てから、そんな自分ルールは一瞬にして破れたよね。いや、もっこすラーメン、もっこ、ん？もっこす、もっこすラーメン、へえー。映えとか何も気にしないけど、じゃん、ご飯入りました。パックにご飯入りました。じゃん、触り心地はシャリシャリした、こんな感じ。シャリシャリご飯ができました。続いてカレーを作っていきます。カレーは別の紙コップを用意します。紙コップもう一つお願いします。割り箸ももう一個いるね。じゃあ別のやつがいるらしい。紙コップと割り箸もう一セットお願いします。見てるか、見てるか。次は魔法の液を入れて、元を入れて10分程度置いてかんといけないんじゃ。次はめっちゃ置くやん、めっちゃ時間置く。こんばんは。めっちゃいくないこれ、かわいい、映え。白いご飯映え。こんばんは。手には別につかんけど、手にはつかないんですけど、やばいよ、プニ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 でペトペト、ちょっとしんなりするかな。ちょっとしんなりするかなぐらい。すげえ、カレースライム。どうもありがとうございます。ハッピーバースデー。誰も誕生日じゃないけど、ハッピーバースデー。続いてカレーを作りますね。カレースライミー魔法の液、カレースライミー魔法の液から入れていきます。ハサミで切って、まあ見ておきなさい。ああ、え、どこ行った？あった。正真正銘のカレーができますので。何色なんでしょうか。うおー、カレーの色やん、やば、すごい。うわ、めっちゃカレーの匂いがする、すごい、カレーやんこれ。やば、めっちゃカレーの匂いするよ、すごい。中辛ぐらいですね。中辛ぐらいの匂いがする。スライミーの素、次スライミーの素を入れていきます。 2,3 分しっかり混ぜる。これを入れて 2,3 分しっかり混ぜます。こんばんは、食べれまへんで。え、やん、スライミーの素、素は透明なんだね。今分離してますので、これを
せていきます。スライムだ、すごい。こっちのカレーの方がスライムですね。今回はこのルーの方がスライムになってます。すごい、うわやば。混ぜたあと10分程度置いたら質感が滑らかになるらしい。なるほどね。確かにこれで合ってんのかって感じだもんね。手がカレーの匂いになる、そういうこと？やば。じゃーん。カレーです。すごい、スライムの質感だ。不思議。魔法の液は何が魔法なんだろうか。スライムの元は何なんでしょうね。あの透明の液は洗濯の糊とかでできるんだったっけ。スライムってどうやってできるんだったっけ。すげえ、見た目が荒れすぎる。やめてやめて、影響されすぎやろ。うお、私は可愛いあれしか知らないから。この緑か黄緑か水色かピンクとかのあれしか知らないから。うおー、すごいすごいすごい、いい感じに混ざりました。ドゥーン、プルプルプルン、プルンプルン。そしたら10分程度置いていく間にこれをカレーの具らしいので、これを手でちぎります。TikTok 見た、ありがとう。 TikTok 見てほしいな、みんな。 TikToker っぽいことしたから。 TikTok 見てほしいな。すごい、手でちぎるの快感。快感です。配信前に作らないよ。ぶっつけ本番です。私は、私のモットーはぶっつけ本番。私のそれが峰吉ありさ、ノープランでぶっつけ本番っていうのが私だ。え、これどうやって色はつくんだろう。スポンジにスライミーが少しずつ染みこりに茶色くなるんだって。ほんまか。これで10分置いていくってことかな。具材入れたんですけど。ほんまか。全然白いけど染み込んで茶色くなるらしいので10分ぐらい置いていきます。50分ぐらいまで。そしてもう入れたら完成。テープとかは何でいるんやろ。ああ、なるほど。これにツヤ感を出すためにテープがいるらしい。そんなんいらんよな。こんばんは。一晩はおかん。
長い。10分でできます。10分でやっちゃうよ。こんばんは。まずここの部分ちょっと切るね。トマトはいらんよね。福神漬けと、福神漬け大好きだから福神漬けは入れたい。今こんな感じです。これで10分置いていきます。カレーの具材が入ったカレーのルーです。こちら10分置いたらツヤが出るらしい。ではこちらの福神漬けとらっきょうを切っていきます。福神漬けボコボコやな。切るの難しい。ほんまにね、不器用すぎるけんね。図工とかマジでできない。かのんちゃんテレビ出てる、見てた。歌番組じゃないわ、なんだっけ、なんか歌のやつに出てるよね。かわいい。今日も京都ってかわいかったです。令和代表みたいな感じで出てた。これを一旦切って、ああでもかのんちゃんめっちゃ心配ですね。お父様がやばいよね今。一緒に住んでないんかもしれんけど。じゃん。まあまあいいんじゃない。まあ出来は良い。福神漬け切りました。次らっきょう切ります。サイモンさんハートありがとう。ルームツイッターインスタ全部フォローさせていただきました。ありがとうレオンハルトさん。よかったらあのスタジオ STUDIO オフィシャルっていうので TikTok もやってます。TikTok もフォローしてね。ミニオシアリサじゃなくてスタジオっていうねグループアカウントなんですけど、 STUDIO オフィシャルスタジオ、よかったらフォローしてね。毎日あげてます。今 TikTokう急に。よし、はい、らっきょう、らっきょうを切りました。らっきょうはなんか2個あった方がかわいいね。もう1個切ろう。ここにもう1個らっきょうがあるので切ります。サイモンさん、ちあなごありがとう。リバティエイジさんのお宅さんのコメントにもいいねしてくれて、そうなんですか。フォローさせてもらって嬉しい。リバティエイジさんのね、確かにリバティエイジでよく服買う方とかに見つけてもらったら嬉しいです。はい、オッケー、切れました。らっきょう2つと福神漬け。
早速 TikTok 見つけてフォローさせてもらってありがとう。つまみ食いチャレンジした。そう、今日ももう、もうちょっとであげるから見てください。本日の TikTok。 なんかハサミが汚れた。ウェッティで拭こう。じゃん、ピカピカに磨こうじゃないか。今日の TikTok は、いや見てくれてないな、そりゃ。急に昨日は配信で撮ったやつはもう昨日中にあげましたのでね。そう、もう昨日撮ったやつはあげてるよ、見てね、キティちゃん。あ、いいでしょ、キティちゃん。キティちゃんが好きなんだね、私って。こっちもハサミもキティちゃん。恥ずかしい。これは筆箱に入れてたミニマムハサミ。こっちもキティちゃん。ラリ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 ラ、ラリ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 ラ。嬉しい。キャラクターとても可愛いので注目していきたいと思います。ありがとうございます、にょん。これからよろしくちゃん。レオンハルトさん、ありがとう。ピュンピュ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 ン。そろそろいいんでない？おお、まだ白い部分あるけど染み込んできたって言うんですかね、これ。まあいっか。カレーの具材というよりかはスポンジ感拭えんけど。プリちゃん金魚ありがとう。入れていこうかな。しゃあ、それではこの中に入れていきます。ああ、そのまま落ちた。ああ、おお、すごい、まあまあいいじゃん。かわいい、かわいい、かわぽよ。完成。どっち向き？ちょっと重力で、重力でこっち傾いてくる気さ、あんま傾けれんないけど。じゃーん、カレーライスの、こうやって見せよっか。いきます、3、2、1。はい。難しい。待って、外カメにしよう。いきます、ポッポッ。じゃじゃーん、カレーライスのスライムができました。食べれないので食べないでください皆さん。かわいい、見てこのツヤ感、このカレーのルーのツヤ感、この福神漬けとらっきょうの不自然感。すごくないですか？どうよこれ。じゃじゃーん、美味しそう。プルンプルン。
スライムなんで手にもつかないし。おー、ご飯すごい固まってる。いい感じ。大きめの具材ゴツ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 なじゃがいもかな。え、でもすごい、これなんか人参に見えん？色的にカレーにすごい馴染んだ人参的な。すごい出来は良いんじゃないでしょうか。じゃん、いい出来じゃないか。この福神漬けとこのらっきょうはもうおもろすぎるけど、すごいカレースライムができました。これでこうしてお持ち帰りすることができます。可愛くない？見て、めっちゃ可愛い。可愛い。これは可愛い。これは可愛いぞ。待って、すごいな。ちょっと強いて言うならここにあんまり来たら見栄えが良くないね。こうこうしてよいしょ、そうね、スライムだからね、ベトベトしないし、つかないから修正可能です。あんまこっちに来たら可愛くない。にゃん、できました。じゃーん、カレーライスの完成です。いや、これは可愛い。ちょっとタンプレにあげようかな。どう？欲しい？欲しいかな？これはやばいぞ。結構いい出来。これアイス別に家にあってもマネネにタンプレであげようかな。ピザも作ってあげようかな。結構すぐできるよね。ちょっとなんでそんなこと言う。だってすごいたこ焼きで喜んでたもん。ピザも作ってみようかな。こっちの間に合う？配信内で作れるかな。今スタジオオフィシャルフォローしてありがとうございます。そう、 TikTok は峰吉アリサじゃなくてスタジオでやってます。だってほら見て、ピザもお届けできる袋があるから。ちゃんとちょっと秒速です。さあ、こっちのピザスライムも作ってみる。頑張るぞ。こんばんは。1個ずつでいいよね、多分。紙コップ、紙コップまだありますので、やってみる。ピザスライムを作るぞ。ピザ生地の素、ピザ生地の素、ピザ生地の素を入れます。あ、ハサミ収めて。頑張るぞーい。ピザ生地の素を入れまして、ピザ生地パウダー、ピザ生地パウダー、え？あった。ピザ生地パウダーを入れます。
で2分間置いていきます。キャー、2分間置いていったら魔法の液の袋をよく揉んで入れて、ピザ生地魔法、あ、チーズスライミー、チーズがスライムなんだって。今度はピザの生地じゃなくて、え、だってなんか映えてないんだけど、なんでなんかこんなさ汚い感じになるわけ。待ってひどい、なんでさこんなさバラバラに広がっていくわけさ。もっとさ可愛くできないのかいね。いいんじゃない。そしたら魔法の液入れます。すごい、こりゃ楽しいね。すぐできるし、あ、待って、またいるわ。もう一セットいるわ、やっぱり。すみません。割り箸とコップもう一セットお願いします。混ぜ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 。これがピザの生地です。スライムは映えんのんじゃろ。一回引き上げます。やばい、めっちゃカレーの匂いがする。結構キュキュッとまとめて、キュキュッとまとめてこう置いた方がいいよね。見た目がなんかな、なんでだろう。ご飯の方に置いてみた。なんかわかんない、もういっか。気持ちがこもっとったら何でも嬉しいよね。てか思いません。続いてチーズスライミー作ります。チーズスライミー魔法の液から入れます。こんばんは。余裕でできる。え？こっちはちょっとよくわからん。チーズの匂いか。カレーはすごいカレーだったけど、これはちょっとわからんな。でも匂いはある。若干。そして元、魔法の液と元を入れます。
안녕안녕감사합니다감사합니다이거칼리좀맞을테그릉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 치즈입니다こちら치즈슬라임또피자와どうしたらいいんやろこれは綺麗に丸めた方がいいよね。うわ、ピザ生地。まるこちゃんハートありがとう。ピザをこねます。潰します。ピザ丸くならんじゃんこれ。ピザを入れます。そしたらピザは何のあれがあるんだろうね。葉っぱと、あ、なんかある。ピザピザ具材入れた方が可愛いね。紙の具材いっぱい。こんばんは。あ、いろいろある。ちょっと切るわ。可愛い。いろいろ具材があるので切ります。ちゃん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 。よし、ピクルス、これ何ですかね、わかんない。チーズピザだね。チーズピザを作ります。うう、ピクルスじゃん。すごい、高級食材。マッシュルーム高級か。マッシュルーム、マッシュルーム切ります。ピザの方が可愛いかもね。なんか色も形も。はい、マッシュルームからの、サラミ。サラミもある。サラミいるね。サラミ、サラミ大事じゃない。葉っぱもある。心を込めて切っております。
てる。はじめまして、ありがとう。ミニオシアリサと申します。よかったら右上のハートを押してルームフォローお願いします。キティちゃんだ、キティちゃん好き。これは性格出すぎてる。サラミ、バジル、おしゃれ。バジル切ります。ピザ具材が多いな。難しいよね、厚紙やから。ただのペラペラの紙じゃなくて厚いからさ、難しいんだよね。やん、はい、オッケー、オッケーでーす、オッケーです。食べれないです。スライム食べれたらすごいよね。それではもうやっていこうかな。完成したよ。早い。割と、え？ 10 分ぐらいでできた？じゃん！このチーズスライムを。わあ！やばい！うわあ！水分気が多いから手が濡れるけど、いい感じにスライムです。これを乗せていきます、ピザの上に。かわいくなあれ、かわいくなあれ。いや、え、ピザなのかこれは、もはや。チーズ、チーズやん。チーズやん。で、これを可愛く今から盛り付けます。ピザっぽく。お、いいんじゃないでしょうか。かわいいぞ。ああ、あ、反対だった。閉まらんなと思ったら反対でした。やばい、待って、ちょ、一瞬で手洗ってきます。少々お待ちください。やばい、手が、これはやばいぞ。手復活、綺麗です。待ってよ、ピザかわいい、めちゃめちゃピザめちゃめちゃかわいい。ピザの方が映えるけ、タンプレには向いとる。30秒。すぐそこだもん。いや、
ってこれって合わせるべきだね。うわそれではいきますよ皆さん、完成したピザをよいしょ、これももういらない、よいしょ、一旦ここを片付けますね。こんばんは。え、ハサミどこ行った？あった。ハサミまで捨てようとしてた。あ、待って、まずハサミをハサミを磨こう。こんばんは。オッケー。じゃないか、これや。はい、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 できました。私が作ったピザがこちらです。じゃじゃーん、どどん。可愛くない？それでは内カメラで、あ、外カメラか。どっちか、どっちだったっけ。見せます。いきます。じゃーん。これがもうパックに詰められたピザです。カレーライスと並んで。かわいい！めちゃめちゃかわいいじゃん。どうですか？欲しい？めっちゃかわいいじゃん。どうした？このカレーライスがなんかちょっと滲んでいくのがなんか気になるけど、なんでだろうもっと全体的にかければいいか。なんかさ、半分ご飯で半分ルーっていうイメージがあるけどさ、その半分にこう固まらせとるけいけんのかな。全体的にルーかけてみるね。もうちょっと中心らへんにこうかけてみたら可愛くなる。見た目大事やからな。こんばんは。あ、いいんじゃない？天才私って。じゃーん、完成ピザとカレーライス完成しました。これにそうだね、なんかラッピングしてラッピングしてメッセージカードつけて可愛い紙袋にでも入れたら最高のお誕生日プレゼントじゃないでしょうか。どう？たこ焼き作った時はね、あのたこ焼きの下にさ入れるさ、なんか木の入れ物、木か紙のさ入れ物あるじゃん。それはあったんだけど、こういうさパックみたいなのなかったからさ、そう、その次の日チリパだったんですけど、佐竹さんにあげれなかったんですよ。でもこれならこのプラスチックじゃないわ、 なんだこれ、このパックがちゃんとこう蓋までついてる、パックがついてるからプレゼントしやすいですねこれは最高じゃないか。これをちょっとどうにか可愛くラッピングしてから明日
明日会うのでタンプレにあげよう。よし完璧。やすくんパチパチありがとうございます。パチパチ。あともう一個パスタもあるのでね、また今度やろっかな。パスタもこれパックついてるじゃん、かわいい、かわいすぎる、やばパスタもパックって、パスタはアリサが持っとこっかな、全部あげたら悲しいから。これとこれはあげて、私はお揃いでパスタ持っとこ。こんばんは。ピザめっちゃかわいい。ピザかわいい。どう？形も色も鮮やかで、カレーもかわいいけどね。美味しそう。いい感じ。完璧です。スライム完成しました。こんばんは。いや、パスタはまた今度作るわ。いや。よしよしよし。今からは歌おっかな。食レポ？食レポ TikTok に撮る？今からは歌おうかな。歌歌歌歌歌おうかな。いつも何も考えずにやるけ。やばい、ごめん落ちてた。今日は歌いたい、歌おうかなって書い思ったやつ4曲書いてきました4曲なら歌える。音符ありがとう。まるこちゃんだるまありがとう。聞いてください。特訓アリコンもあるので楽しみにしていてください。皆さんこんばんは。うまありがとう。よっ。アリコンは29だったっけ。いや29日アットジャムエキスポに出る次の日に4時間配信します。初めて4時間もやる。長くて2時間やからな、いつも2時間以上やったことない気がするから前代未聞の挑戦です。私にとっては待って、絡まりすぎてる絡まりすぎてるんだけど、どうしようかね。うじゃうじゃ。3時間したことあるっけ。嘘あるか。じゃあ4時間は初。3時間も配信したことあるっけ。そうか。こんばんは。4時間は初か。私もできるかわからんけど挑戦。ではではでは、まあリクエストもあったらコメントしてください。こんばんは。こんばんは。遅いダウンロードが、少々待ちよ。
はいかないじゃん。つまずきだらけ、谷底だらけ、それでも明日はやってくる。手のは疲れる、大人になればわかる。だから近道探して、結局遠回り。そもそも世の中何が正しい、わからなくなった。 Yes! No! うん、ねえ教えて。間違い OK、失敗OK、やり直せばいいじゃん。つまずきOK、谷底OK、今日のマイナスチャンスにしよう。バグっていいじゃん、バグっていいじゃん、バグっていいじゃん、修正してゆこう。同性は辛いね、期待をされちゃ重い。だって逃げ道ないでしょ、正解当たり前。あんまり真面目に考えたって面白くないよ。 Go back go、 さあめちゃくちゃ空振りドンマイ、挑戦すりゃいいじゃん。恥かきどんまい、惨めもどんまい、失うもの何にもない。ハートありがとうございます。バグっていいじゃん、その後よろしくじゃん。バグっていいじゃん、バグっていいじゃん、笑ってごまかせばいいじゃん。なんとかなるじゃん、なんとかなるじゃん、助けてもらおうじゃん。なんとかなるじゃん、なんとかなるじゃん、今までなんとかなってきたじゃん。バグっていいじゃん、バグっていいじゃん、バグっていいじゃん、修正してゆこう。ありがとうございました。いい曲。いい歌詞だねこれ。マグテイちゃん、マグテイちゃん、パチ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 、ありがとうございます。次も HKT さん、歌えるかなこれ。あ、間違えた。テロップに入れちゃった。ねえ間違えた、カラオケじゃなくてテロップに入れちゃった。失敗失敗。めっちゃ恥ずかしいやん、もうバレたやん。少々お待ちください。 OK。 How to kiss me Someday love me
の恋はいつも日の当たらない、本当秘密の匂いがする、キスの仕方を教えてほしい、どうすればいいの、どのタイミングで目を閉じるの、女の子は待つしかないのでしょうか、 How to kiss me Someday love me、誰かのこと好きになるたび、なぜわかってほしいのか、答えを聞く勇気はないのに、存在にね気づいて、雨の日の渡り廊下天気の午後は図書室だけがただ一人でいられる場所、キスのプロセス悩んでしまう、どんなきっかけでロマンティックになってゆくの、男の子キスしませんか？キスの仕方を教えてほしい、どうすればいいの、どのタイミング曲だ。ありがとうございます。Someday love me チャチャララルルルチャララトトン、パチパチ、めっちゃ久しぶりに歌ったね。次はかっこいいんかな、初めて歌うかもしれない。歌えるか、まあ練習がてら練習がてらいきます。帰りあなたに誘われた、今夜うちに遊びに来いよ、家族はみんな旅行中ってことね、二人きりの門限破り、あそんな時がいつかやってくると、女の子は誰も夢を見てるけど、塾まで順序守らせてくれ、もったいぶって散らす
そう決めていたのよ。大人にはなれるでしょいつの日にか。だからもう少しだけ鉄のパンツ。何もしないってトラップの上徳。お姉ちゃんたちが言っていたわ。恋の旨味はスリルがスパイスで抑えきれないこっき疑心ね。そんな顔でマジで拗ねてないで。男の子はもっと我慢をしなさい。熟まで順序なりゆきなんかで流されたくないの。あなたのこと愛してる大事な人。いくつ年を取ったら分かり合える。あれ今分からん。レインボースターありがとうございます。そう決めていたのよ。大人にはなれるでしょいつの日にか。だからもう少しだけ鉄のパンチ。ずれてる。歌詞とピョーンってなるのがずれてる。練習しとくわ。これパチパチありがとうございます。楽しいおもろい曲。なんか最近めっちゃ曲飛ぶよね。なんでなん。何があったん。これで4曲しか歌おうとしなかったき、もしリクエストがあればもうこれしか考えてなあと。音符ありがとうダイナソー。リクエストがあればコメント欄まで。いくぞ。今日は目立たない男の子。年の瀬にやってきた間の悪い転校生。私の机の隣がいてて、なりゆきで座る。マジで全然意識なんてしてなかったのに、自然に話し始めてたのはなんでなんで。 Are you ready? Yay! だんだん気になってくる。そういうやつっているじゃない。まさか恋とは違う不思議なドキドキ。だんだん気になってくる。こういう気持ち珍しい。今までにないタイプよ。ちょっと退屈しのぎ。
成長は横顔じゃわからない。胸の奥盗み見てもおとなしい転校生。コンタクトレンズつけていたんだね。どうでもいいけどごめん。同じシャープペン使っているんだ。ところで彼女はいるのかしら。だってだって Are you ready now? どんどん好きになってく。興味がいを育てる。もっとあなたのこと知りたい。ワクワク。どんどん好きになってく。自分の予想以上に誰よりそばにいたいの。ほんの気まぐれかもね。 Everybody yeah yeah。ゲームをしてた。音符ありがとう。ハートもありがとう。だんだん気になってくる。そういうやつっているじゃない。まさか恋とは違う。不思議なドキドキ。だんだん気になってくる。こういう気持ち珍しい。今までにないタイプ。ちょっと退屈しのぎ。 Everybody yeah yeah。 Everybody yeah yeah。 Everybody yeah yeah。 ありがとうございました。楽しいこの歌。あーこんばんは。奇跡は間に合わない。いいね。奇跡は王子様曲。パチ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 。なんでなんで。 Are you ready? Yeah!だんだん気になってくる。わかっていた。僕さ小高い丘の上、忘れ物のようなベンチ。帽子が飛ばされてあれからずっと探してた。奇跡は間に合わないだろう。愛しさはいつだってせっかちなものさ。近づいてきたんだ。緑の木々たちに見つめられているようで、なんだか落ち着かない。二人が恋する確率。奇跡は間に合わないだろう。純愛は
さ。最終バスに乗れなくてもいつまでもここで待つ僕だけ恋人。バスを何台やり過ごせば運命が追いつくの。未来の恋人ありがとうございました。いいね、バスを何台こう踊ってみたいね。アムちゃんもタツの落としがありがとう。熱い、熱くなってきた。バスを何台やり過ごせば巻き運命が追いつくの。ユリーカね、ツアーで やってるやつです。 NMB さん。すごい夏曲だから、この貝殻ギフトだから合いますね。いつもの青よりもっと深い青だ。湾の内側の海は色変えきる。なぜ恋人たちはここまで来るのだろう。愛をささやくには波音が必要。原付バイクを飛ばして家まで帰る道筋、わざと山側を選んできた。そういう目で君を見ない。僕らのユリイカ発見したんだ。ずっと近くにいたのに初めての感情。夏の太陽に目を細めた時、君のことを綺麗だと思った。ただの友達の境だよね。流れ次第、なぜ大人になると正直になれないの。愛の告白には砂浜最適。2台のバイクが並んで国道からの脇道、海に行こうって言い出したのはどっちが先だってよかった。僕らのユリカ思わない
こと分かっただこれだとピンときたその時ギリシャの言葉を思い出したんだ。あ、ユリイカはギリシャ語で発見っていう意味だそうです。No you.ございました。夏の太陽。パチ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 。ありがとうございます。夢の夢夢ルなんだっけ夢へのルート。わかる。歌ったことあるよねでも。ね、どんな歌だっけ歌ったことある気がする。夢のルート、高い山を登るルート、それは一つじゃない、目の前のその斜面目指す、なんじゃ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 ん、アリコンでは歌ってない。パンジョラさん音符ありがとう。なんだったっけ夢のルート、じゃんけん大会かランク外コンサートかなんかで歌ったことあるだけど忘れたな。いい曲ですよねあれ、チームエイトさん。こんばんは、もう52分だわ。わんわわわん。ちゃ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 。今こっちからですか？タブレットに切り替わったかな。やばいやばいやばい。こんばんはんばんばん。では、あ、こっちからなった。今から TikTok をあげます。本日の TikTok をあげます。皆さん、準備はいいですか？今日は、わ、初めてあのテロップ、ここに文字を打ったらこのテキストを読んでくれる機能を使いました。初めてね。では投稿します。 5、4、3、2、1 投稿。本日の TikTok を投稿します。上がりました、上がりました。本日の TikTok ぜひ見てください皆さん。
チェックしておきます。お願いします。いいねとコメントと共有、矢印ボタンで共有お願いします。それではランキングを読んでいきたいと思います。13位ゆっちゃん、12位やすくん、11位ひでさん、10位キズナックさん、9位ひろたんたん、8位ひげのまささん、7位あむちゃん、6位ひとりごとさん、5位パンジャラモンスターさん、4位やすべえさん、3位さえもんさん、2位ふうさん、1位はドゥルルルルルルン、なんちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。 TikTok 見てね。 TikTok 毎日投稿してますので見てください。あとは Twitter とインスタにもリバティンエイジさんとコラボさせていただいて T シャツとパーカーを作るよっていうお知らせを改めて載せました。ツイッターとインスタに。なのでよかったら拡散お願いします。あとはセトラブもね、あのいいねしてください。いろいろたくさんあって忙しいんですけども、全部チェックしてくれると嬉しいです。お願いします。やっぱりピザはさ見て完璧なのにカレーがすごいなんか崩れる。え？カレーの見た目がすごい崩れるのはなんでだろう。ピザは完璧、バキッビシッ、ビジュアル良すぎるけどカレー、え？なんでだろう。この今日配信で作ったこれはお誕生日だった、8月にお誕生日だったマネージャーさんにプレゼントであげる。あ、スライムがそういうこと？もうすごい開けた瞬間のカレーの匂いやばい。ここにあんまり来てほしくないんだよね。ここに何か来たら見た目悪くない？このさスポンジの真っ白だったスポンジにさめっちゃ色が染み込んでてすごいいい感じなんだけど。オッケー、アリカンの服受注予約早くしたいです。嬉しい。アリサカンパニーとリバティエイジさんとのコラボの T シャツとパーカーは8月中に受注予約が始まる予定でございます。もう少々お待ちください。お楽しみに。まだ撮影はしないんですけど、もうちょっとで撮影行ってきますので、服着て撮影してもらうのでオフショットとかも上げていきたいと思います。撮影したらあの戦略会議でみんなと考えた販売前と販売スタートとっていう戦略をやっていきます。オフショットとか撮ったらメイキング動画を作らないかん。私はドキドキできるか、私にできるかそんなことが。頑張ります。楽しみにしていてください。ではまた明日、また明日お会いしましょう。ではまた明日ね。ありがとうございました。今日も TikTok さっきあげたので本日の TikTok も見てね。バイバイ、おやすみなさい。
ありがとうございました。バイバイ、頑張ります。